兄さんのパソコンをいじっていたら、僕宛てにメールが届いていた。僕宛てのメール。僕のために書かれたメール。誰かが僕のために。そこにはこう書かれていた。お兄さんが亡くなったのは偶然が生んだ不幸だ。君にとってはさぞかし心が動揺する出来事だったろう。でも安心したまえ。君のお兄さんは死んで楽になれたのだよ。君はそれを苦にすることはない。意味はよくわからなかったけど、なんだかそこに書かれていることを信じようと思った。だってその方が楽だから。君のお兄さんは肉体的死を迎えて本当の意味で楽になれたのだ。永遠の精神の自由を得たのだから。でも君はこれからもそのつまらない日常の世界で生き続けなければならない。つまりそれは君の自由な精神の死を意味する。かわいそうな君、私は君に同情する。引き出される結論としては、今の世界は君にふさわしくないということだ。君にはもっとふさわしい世界があることを今私は君に告げる。僕にふさわしい世界？君の精神が完全に解き放たれる世界だよ。引き出しを開けたまえ。引き出し？そのデジバイスを使うの。ここは。これだ。これが僕のデジバイス。誰のものでもない。僕だけのもの。